スタマタレビチとは、近代オリンピック最初の大会である1896年、アテネオリンピックの開催期間中にマラソンを走破したとされるギリシャ人女性。レースへの公式な参加は認められず、同大会のマラソンの翌日に同じコースを走り、ゴール付近まで走破したが、ゴールのスタジアムへの入場は許されなかった。同オリンピックでは、他の名前の女性が、 大会前に思想を行い走破したことが伝えられている。レビチとメルポメネが同一人物である可能性が指摘されているが、オリンピック史研究者の間でも議論が分かれている。スタマタ・レビチは1866年ギリシャのシロス島で生まれた。オリンピック史研究家のアサナチオスタ・ラソリーズによれば、大きな目をしたブロンドの髪の細身の女性であった。また、 オリンピック当時には、ピレウスで貧しい暮らしをしており、二人の子供を授かっていた。アテネで仕事が得られると考えたレビチは、アテネオリンピックのマラソンが行われる数日前に、自宅からアテネへ、子供を抱いて、約9キロの距離を歩いて向かった。その途中、レビチは道を走る男性ランナーに出会った。男性は彼女にお金を与えるとともに、マラソンを走り有名になれば、 お金も稼げ、仕事も見つけやすくなるとアドバイスした。レビチは子供の頃に長距離のランニングを楽しんでおり、男性の競争相手にも勝てると考え、レースに出ることを決心したとされる。ただし、決心の理由については疑問も提されている。レビチはレース前日の4月9日にスタート地点のマラトンに到着した。翌日のレースのために、 すでに出走者が集まっていた。レビチは記者の注目を集め、マラトン市長から艦隊を受けるとともに、市長の家に宿泊することになった。4月10日のレース当日の朝、マラトンの神父が出走者のために祈りを捧げる予定であったが、神父はレビチについては参加者として認められていないことを理由に拒んだ。レビチは公式には、 参加エントリーの締め切りが過ぎていたことを理由に参加を認められなかったとされている。ただし、1896年アテネオリンピックの参加者は男性のみであり、オリンピック史研究家デビッド・マーチンとロジャー・人は参加を認められなかった理由は性別によるものだと指摘している。スピリドン・ルイースがパナシナイコスタジアムに戦闘で到着したシーン同日開催されたレースには、 男性17人が出走し、7人が完走。ギリシャ人のスピリドン・ルイースが2時間58分50秒の記録で優勝した。ゴールのパナシナイコスタジアムは興奮に包まれたという。この歴史的なマラソンの翌日、4月11日の朝8時に、レビチはレイスと同じコースを走り始めた。出走に先立ち、町の教師、市長、判事から、 出発時間を証明する書類に署名を得た。レビチは安定したペースで走り、5時間30分後の午後1時30分にパナシナエコスタジアムの近く、パラピゴマタ付近に到着した。レビチはスタジアムへの入場は許されず、パラピゴマタで走りを止められた。この時、彼女を止めたギリシャ軍当局者にアテネへの到着時間を記した手書きの書類への署名を求めた。 レビチは記者に対してオリンピック委員会に書類を提出したいと述べた。しかし彼女の書類もオリンピック委員会による書類も何ら見つかっておらず実際に提出されたかどうかは明らかではない。マラソン後のレビチの人生については記録がない。当時の新聞では彼女についての記事が掲載されているがマラソンまでのことのみであり、マラソン後についての記述は見当たらない。 オリンピック史研究家タラソリーズは、スタまたは歴史のゴミに消えたと表現している。メルポメネという女性がアテネオリンピックの時にマラソンを走り4時間30分で完走したとの資料がある。オリンピック史研究者の間でもメルポメネがレビチと同一人物かどうかをめぐって議論がある。下記の議論及び資料が提示されている。ありがとうございます。